はるかのミリタリーニュースです。最後までご覧くださいね。こんにちは、はるかです。今日は米軍が朝鮮半島封殺に投入する戦略爆撃機 B-1 ランサー、低空を超高速で敵地に侵入可能をお届けしますね。米軍が北朝鮮封殺に乗り出す。在韓米軍関係者は12日、金正恩朝鮮労働党委員長率いる北朝鮮が5回目の核実験を強行したのを受け、米空軍の戦略爆撃機を韓国に飛来させると語った。米領グアムに配備されている超高速の B-1 戦略爆撃機とみられる。米軍による核攻撃能力を誇示し、北朝鮮の挑発行動を牽制する狙いだ。戦略爆撃機は当初12日に韓国上空を飛行する予定だったが、離陸場所の天候悪化で13日に延期したという共同通信が報じた。米軍はまた韓国軍と合同で10月10日から15日に韓国西方の黄海と南部最終島沖で行う演習に、米海軍横須賀基地、神奈川県が母港の第7艦隊の原子力空母ロナルド・レーガンを派遣することも決めた。B-1 は低空を超高速で敵地に侵入する戦略爆撃機で、全長 44.8m、全幅 41.6m、最大速度はマッハ 1.2、可変後退翼を採用する。ステルス性能も保有しており、愛称はランサー、槍だ。米軍は今年1月、北朝鮮の4回目の核実験から4日後に B-52 戦略爆撃機ストラトフォートレス、成層圏の要塞を韓国に飛来させ、北朝鮮を威嚇した。B-1 はグアムから約2時間で朝鮮半島に到達できるとされる。こうした中、連合ニュースは12日、複数の韓国政府消息筋の話として、北朝鮮北東部のプンゲリ核実験場にある坑道のうち、これまで核実験が行われていない別の坑道でも核実験の準備が整ったと伝えた。正恩氏の暴走は止まらないのか。ネットの反応。 B-1 も息の長い爆撃機だよな。 B-1 って B-1B だろ。マッハ 1.2 出たっけ。 A 型がマッハ2、 B 型がマッハ 1.2。 低空侵入する長距離戦略核爆撃機か。 F-111 なき今はこれしかないだろうな。そして E-3A の強力な電波妨害。使う兵器は地中貫通爆弾。普通の地面だと200メートルはめり込むらしい。金正恩のもぐら叩きだな。北朝鮮の核実験地に銀行などが防犯に使うカラーボール素材の液体を撒くというのはどう？爆弾ではなく警告として爆撃機から。爆撃機で領空内に入れば戦争とみなされても仕方ない。なら爆撃した方が得でしょ。侵入されても北には何もできないでしょ。こんなの飛ばすだけじゃな。平壌を爆撃すりゃそれなりの効果はあるだろうが、それ以外は何をやっても無理。徹底抗戦って用法間違ってるわ。アメリカの方が軍事的に格上なんだぞ。もう可変翼動かんだろ。 B-1 は核攻撃能力ないんじゃなかった？現状では国際法上の問題で搭載できないだけで、一番爆弾を乗せられるのは B-1 みたいだな。核爆弾だって乗ることは乗るし、もともとそのために作られてる。敵地侵攻戦略爆撃機だよ。核キャリアだから。どんな爆撃機が飛んできても絶対に攻撃してこないのが分かってるから、金豚の暴走は止まらない。もっと挑発して金豚の暴走をエスカレートさせたら、制裁を骨抜きにできなくなる中国が見物になるな。華奢な機体だな。 B-52 のじいさんの方が押しが効きそう。北は一部電子化したレーダー以外は対空防衛兵器は主導メインだから速度重視なんだろうね。以上、はるかがお届けしました。他の動画も見てくださいね。はるかです。最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたの応援が励みになりますので、チャンネル登録をお願いします。スマホの方は画面下のチャンネル登録ボタンから登録をお願いします。また、グッドクリックやコメントもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょうね。